さあ今回は映画劇場から山崎賢人さん、そして松岡茉優さんです。よろしくお願いします。実は今日笠井さんからメッセージも届いてますんで、後ほどちょっとご紹介したいと思うんですが、まずは今回お二人25歳、同い年ということで、お芝居を共にやるのは今回が初ということだったんですが、いや本当に頼もしくて、ひげ生やしてきたの。今日のためにというか、まあ仕事なかったから。あ、そうか。監督が結構あの山崎さんが愛した永田にすごい思い入れがあったので、私の15倍ぐらい監督からの指示が多かったの。15倍ぐらい、そうこうしてほしい、ああっていうのがあったんですけど、もうそれもすごく すんなり受け入れて、すごい柔軟でピュアでま、はい、っすぐな方だなと思ってます。はい、やっぱりそのポイントはね、そのダメっぷりっていうとあれなんですけれども、うん、そんななかなかうまくいかない、はい、いい若い青年、はい、あでも共感する部分は結構あったんですよね、うん、なんか最初の原動力みたいな、まあ、嫉妬だったり、まあ、弱い部分ですよね、はい、そういうのはすごい共感できたんで、本当に2人が会話していって紡いでいく物語なので、うん、ちゃんと一個一個ピース埋めていかないと、埋め間違いとか埋めそびれをすると後々私たちが苦しむと思うから、なんかたくさん話しました。うんね、ね、うん、なんかこう印象に残っている、もしくはぜひ注目してほしいシーンあれば、うん、山崎さん。まあ自転車に二人で乗ってるシーンとかは、はいはい、まあ長回しで人を乗せてセリフ喋って漕いで、しかもカメラと近くなっちゃ困るから、ここを走ってくださいなんて言われちゃったりとかして、位置とかもところすげえ考えながら、そうなのに噛んだりとかセリフ間違いでの NG は一回もなかった。ありがとう、完璧よ。完璧でした。これも間違いなく見どころシーンですね。僕が一番印象残ってるのが、あのバイクでぐるぐる回るシーン。あれはいいと、もうね、客観的に見ていると、おい永田って思うんですが、同じ男からすると、あのこう、何かわかるんですよ。わかるんですよね。なんで止まってくれないんですか。でもなんかわかる、わかりますか、山田さん。あれを原作で最初読んだ時に、はい、このバイクなんかわかると思って、はい、やりたいと思ったんですよ。あ、そこなんだ。最初ね。さっきは逆にね、こう何度も何度もこう待っているわけじゃないですか。なんかあのカメラが積んであって永田目線でこう私を避けていくんですけど、うん、こう私は結構ひょうきんなことしてるのに本当にみんな無視していくんですよ。なるほどなるほど、本当にスルーされるんです。誰も私のこうひょうきんさを見ずにこう行くんですよ。なんか何回も何回も本当に辛く傷ついた。なるほどなるほど。ここでですね、先ほど申し上げました笠井さんから、はいはい、メッセージが届いておりますので、はい、大丈夫ですか、カメラを持ちながら、大丈夫です大丈夫です。汗がすごい。取れないんだこれ。くっついてますね、これくっついてますね、タオルが。笠井さんからメッセージご紹介しましょう。はい、うだつの上がらない 劇作家青年と寂しがり屋のヒロインの共同生活、最後までハラハラしながら楽しみました。ありがとうございます。ところで、私はこの映画に出演しているんですが、うん、私の演技の評価をお願いいたしますというメッセージが届きました。あの、はい、正直映画見て笠井さん見つけられなかったんですけど。超目立つ。本当？でも現場で面白いことがあって、うん、笠井さん、はい、僕何回もお会いしてるんで、はい、おはようございますって普通に挨拶して、はいはい、笠井さんもなんかおはようございますみたいな、え、そんなクールな感じ？そんな感じだったんですよ。ほうで、撮影終わってバラしてたんですよ、僕が、はい、メイク落として、はいはいはい、あの髪もこうやって上げてって、うんうん、そしたら笠井さんが、あれ山崎くん来たの。え、マジですか。同じシーン出てましたよ。逆でしょ、笠井さん。お久しぶりですってその挨拶したんですけど。まずはあの出演者の方へのご挨拶の仕方を。いや違う違う、僕がちょっと山崎賢人ですって言えば。いやいや、そういうことじゃないと思いますけどね。まあ、でもある種それはあのもう永田になりきっていたっていうことですね。というふうに笠井さんフォローさせていただきます。はい。さあ、ということで軽部さんも、はい、この作品は本当にあの素晴らしいというふうにおっしゃって
きたいですね、はい、ぜひメッセージをお願いしたいと思います。カラシさんありがとうございます。見てくれてありがとうございます。山崎賢人です名乗りました。言わないとわかんないけどいい映画ができました。またちょっとお会いできるの楽しみにしてます。はい、では松岡さんからもお願いします。カルベさん、チームラボデートに行った日がもう懐かしいですね。一緒にチームラボデートしたいですちなみにこの映画は忘れられない恋を描いていますが、カルベさんはこの映画を見ながらどんな人を思い出したんですか。あ、いい質問ですね。教えてください。はい、ということでありがとうございました、映画劇場から山崎賢人さん、そして松岡茉優さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。